リチャード・ピー・リアリーはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻艦名はリチャード・ピー・リアリー少将にちなむ。リチャード・ピー・リアリーは1943年7月4日にマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍交渉で寄港する。1943年10月6日にジョージ・ケクロツアー参世婦人によって命名浸水し、 1944年2月23日に艦長フレデリック・エス・ハベッカー中佐の指揮下収益した。バミューダでの成長後、リチャード・ピー・リアリーはパナマ運河経由で真珠湾へ向かった。7月にエニウェトック艦及びサイパンでの護衛任務に従事した後、1944年9月15日のペリリュー島上陸支援、10月20日のレーテ島の戦いに参加した。 25日のスリガオ海境海戦で、リチャード・ピー・リアリーは、戦艦山城に魚雷を発射し、敵機一機を撃墜、また損傷を受けたアルバート・ W ・グラントを援護した。11月1日、レーテ島技を偵察中にアブナーリードの生存者70名を救助している。ルソン島の戦いで、リチャード・ P ・リアリーは、百四十五年一月六日に敵機一機を撃墜し、 9日には上陸部隊への火力支援を行った。2月19日には伊動島への上陸部隊に再び火力支援を行い、4月1日の沖縄でも同任務に従事している。4月6日の夜から7日にかけて、リチャード・ピー・リアリーはケラマ諸島で損傷したモリスの支援を行った。沖縄での任務が完了すると、リチャード・ P ・リアリーは8月に、 アラスカ州エイダックへの派遣が命じられた。アデューシャン列島での任務後、リチャード・ピー・リアリーは日本に向かい、9月8日に大港に到着する。その後9月30日に日本を出港し、カリフォルニア州サンディエゴに向かった。帰国後、不活性化が命じられ、1946年12月10日に、退役、太平洋予備役艦隊入りした。 太平洋予備役艦隊で、モスボール状態のまま保管されていた、リチャード・ピー・リアリーは、1954年3月8日の日米艦艇対応協定に基づき1959年3月10日に、両艦ヘイウッド・エル・エドワーズと共に、日本の海上自衛隊に対応され、以後1960年から15年間海上自衛隊の護衛艦、夕暮れとして収益した。 艦名は夕暮れに由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、上風型駆逐艦、夕暮れ、初春型駆逐艦、夕暮れに続き三代目にあたる。1974年3月9日、海上自衛隊を退役し、アメリカ海軍に返還された。その後1976年にスクラップとして、売却、解体された。リチャード・ピー・リアリーは、 第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。